ナンガパルバットはヒマラヤ山脈のパキスタンギルギットバルティスタン州にある山。標高は8125メートルで世界第9位。ナンガパルバットはウルデュー語で裸の山の意味でその周囲に高い山がないことに由来する。ナンガナンガとはサンスクリット語でネイキット、ベアの意である。南側のルパール兵器は標高差4800メートルと 世界最大の標高差を誇り、また屈指の東半南北である。西側のディアミール壁も困難な壁である。南西領は、マゼノリジと呼ばれ、1 3トルの間に7 0 0 0ルミネを6つ、6 0 0 0ルミネを2つ含むヒマラヤでも最大級の、両線となっている。ヘルマンブールが1953年7月3日に、初登頂するまでに、ドイツ隊が何度も挑み、 多くの遭難者を出したことから、人食い山と恐れられた。2013年にブロードピークの陶器登頂が達成されたため、陶器登頂が成功していない数少ない8000メートル本だったが、2016年の2月26日に、シモーネモロが陶器登頂に成功した。ルパール壁ベースキャンプからの長め西側からの空撮写真。ありがとうございます。